さあやっていくぞ。ちょっとマイク遠いな。さあやっていきます。清宮シリーズのパートいくつでしょうか。また調べてる、また調べてる。パート清16だからパート17だなこうやってね、フォルダをフォルダでこうたくさんあるファイル、もういいや始めます。どうもアザラシです。次の週でタイガースからの回答が返ってくるから、これがちょっと楽しみだ。そういえばこれ楽しみだったっていうのを思い出した。やります。今日がね、現実時間でいうところの5月22日なんで、まあ4週前半ってやいな。5月4週前半ぐらいか、 2週ぐらいでやってでぐらいでいいぐらいだな。トヨタどうする？入ったはいいわ、もっと鍛えたいけどな。どうなんでしょうね。もうちょっと請求が欲しいよな。いや、こんないい選手がこんないい選手がハムに。調整かまだまだ、いやまだまだ。すっごいいいんだけどなこれ全体的にもっとこう上がってったらもっといるんだ。フォークかなコーチがね、あんまりうまくないんだよな。トヨタもフォークにするか。もうちょっとフォーク欲しいよねこれ。いやでもカーブでもいいな。いやフォークかな。フォークもうちょい欲しい。フォークが良すぎるとね、これがね、なんか弱点になっちゃうんで、焼きつくないにおいては。そればっか投げるみたいになっちゃって。そればっか投げるって本当かな。ちょっとかなり、ソースの薄いこと言って、そればっか投げるってことにならんかもしれない。野口いいよね、これ。これ見る限りでも。ちょっと1箇所か2箇所ぐらいは S が欲しいけど。もう今日ほんとヘドヘドで。ヘトヘトで、ね、本当はゲームやってる場合じゃないんだけど、なんかもうヘトヘトすぎて逆にゲームやりたくなってる。意味がわからん。ヘトヘトすぎて逆にゲームがやりたくなっている、そういうことでございますね。これ小笠原よく見たらさ、長打いまいちだな。こうだの方がいいね。あの BB じゃん。 AB にしたい。肩確かに必要だけどね、三塁だから。だけどまあまあまあいいでしょ。清宮、肩。コーダ上げよう。ここらでコーダ上げていこう。3割1分だからね。ただあの、現実の清宮よりはどうやら打ってますね。現実の清宮がちょっとね。どうするコーダかな。ブランデンコーダ。上田は出すんだっけ、出すつもりなんだっけ。怪我されてもあれだけど、調子上げててもしょうがないか。まあどうにしときましょう。ついでに井出もちょっと上げとくか。井出も、まあ守備かな。守備の人井出。いや、守備じゃない。こうだな。なんでかっていうと、コーチがね、あんまり守備がうまくないから、守備鍛えるのもないからね。もちろん、おバンドも、バッティングの方は。まあいいでしょ。こんなもんでいいでしょ。この二人いつ上がってくるんだろうな。トレードの駒にしたっていいぐらいだな。はい。久しぶりに見てみましょう。久々に見てみましょう。ブランデンそんなに上がってない。おバンドもそんなに上がっていない。石本は足は、絶好調。金子もいい感じだよね。いい感じで上がってるよね。選球眼があの紫に、選球眼がこう、時々選球眼がガッツリ上がってる選手がいる。金子誠みたいな。そういう選手も、そういう選手に期待していこう。これ、金子誠選球眼 B になるぞ、これ。このまま。このままちょっと育てると。そうすると非常にいい選手だよね、金子誠はね。いやー、いいね。いい感じです。ガンちゃん、フォーク。まさに今が伸び盛り。フォーク。
ミラバル。ミラバルね。ミラバル、いいんだけどさ、いいんだけど。いいんだけど、もうちょっと球威か、もうちょっと変化球一つか二つ欲しいな。立山いい感じだな。一個まま、こんなもん。長打もいい感じ。桜井も、もうちょっとフォーク欲しいな。清水がなんでスライダー伸びないんだろう。やっぱコーチかな。コーチがやっぱあんまりそのスライダーを教えるのがうまくないかもしれない。一つ二つ、二周分ぐらいやって、二周。わからん。次の回で新庄が来てなかったら泣く。トレード失敗してたら泣くわ。投げさせてみますか、豊田。いやー、重量打線だな。あっ金村悟。いや、最後金村悟だから、ここはガンチャソか。どっちがいいかな、ガンチャンでいこう。後藤はちょっと怖いけど。うわー、両方負けた。最高勝率を狙っていたのに。山本が負けた。金村、はあ、3連敗ロッテに3連敗しかも全部近い、惜しい、惜敗してる。これでトレード失敗した日には、うおー、ボーリック強い。イチロー4割。もう打撃タイトルはほぼ無理だよ、これ。このシーン。さあ、心して聞こう、音を。まだわからん。探索から帰ってきましたな、これは。うん、まあいいでしょう。坂東逸郎。さあ、怖いぞ。おっ！おっ！来たー！来たー！これはいいでしょう。これは嬉しい。新庄が癒しがついに日ハムに新庄が癒しが、そして坪井が癒しが来てくれましたね。いいんでしょうか。いいんでしょうか。こんなチートをして貴重な金村悟という戦力を放出することによって、いやー、これは上がるねー。ちょっと待ってよ。その前に、新人でちょっと新しく獲得したであろう。あ、探索も出しとかね、いけんな。九州地区に有能な選手が多い。しかし、この人は出身は関東だから、おそらく関東。笠原。ちょっと待って、笠原、調べさせて。笠原。国内スカウト、笠原。頻度 A で関東だね。あ、この人は関東だ。思いっきり関東の人だ。関東、投手欲しいか？とりあえず投手、指定なし、関東。変化球とスライダーなの選手が欲しいね。スライダーが、スライダー、球威、球速ぐらいかな。もう、フェンス、まあ、制球。これでもう一人取ったはずの、ドラフト候補。誰だ堀田はこの前言ったらいいね。これだ、坂東逸郎、普通に育つ。坂東か、本当に。大分県出身、坂東投手。ほんまにバンドかな。さっきはチラッと見てバンドいなかったぞ。バンド、エイジがいるからバンドって名前つけないと思うんだよな。バンド。あ、いや、バンド一郎、普通急降下。おう、DADACD190CC。あ、これいい。このバンドはね、元からまあまあ才能があるから、スライダーとカーブが CC で、
あ、いいね、この選手は。スタミナはまあまあ伸びるし。あ、いいな。取りたい、取りたい。ただ、普通急降下だから、31歳ぐらいになったら一気に落ちていくっていう、そういう宿命を背負っているの。さあ、トレード何か。何かこれというトレードがあるかな。今のうちのチームに欠けてるもの。外野はもう飽和状態。内野は、ファースト、サード埋まってて、ショート、セカンド、セカンド、金子、ショート、田中健介問題なし。キャッチャー問題なし。ピッチャーか？左の中継ぎみたいな。岩瀬よ。ハムだから、あえて岩瀬よ。因縁の岩瀬を取ってみるか。外野がほぼこれで飽和してるから、あえて田口つけて岩瀬を。獲得したばかり。え？岩瀬獲得したばかりだな。じゃあダメか。じゃあダメか。残念。左。他の球団から左の中継ぎ、岡島秀樹、どうでしょうか。まあまあだな。そして中継ぎタイプじゃないな。左の中継ぎ。ロケット、石井博俊、23歳。大損。これはいけるんじゃないか、石井博俊。ちょっとまだ出始めだからダメか。ピンチ D だもんな。これじゃあ、すぐ炎上するわ。投げれば炎上するわ。カーブにいい左のピッチャーがいないことは知っている。前のあれで知っている。吉野誠いいよね。でもまあ、しっかり育てないと使えないね。左の中継ぎってあんまいねえな。こう見るとこの時代は。ドヒ。ピンチ D。松坂大輔。左の長継ぎないな。カルロスぐらいだな。よく知りもしねえ。カルロスがまあまあいいっていうぐらいだ。取れんな。岩下が左じゃなかった？左。まあまあ、人気 T。まあまあだな、まあまあ。もうちょっとしっかり左の長継ぎ。左のしっかりした左の長継ぎってなかなか。前川、メンデがいいよね。これいいね。これ取って田口放出どうよ。ダメか、若すぎる。あとは阪神の遠山欲しい。東山。ダメだもん、33だもん。もうあと衰える一方だ。そんなこと考えずに取った方がいいかな。ああ、条件あまり違う。やめとこ。今回のトレードはなし。今特に急遽補強しなきゃいけないポジションもなくなった。いやー、まあ。特にこれといってすることなし。あ、でもちょっとあれだ。施設で球場整備で、グラウンドがちょっと、芝生の調子が。あれ？売店作ってなかったっけ？売店作ろう。で、天然芝を修理。売店2つも行ったかな？いらんかったかな？さあ、見てみましょう。あと時間が。20分で動画を収めるつもりで、ちょっとウキウキすぎて気持ちが流行る。かなりが調子悪い。投げさせないぞ。そしたら俺は投げさせないぞ。カーブはプロの中でもいける。よし。さあ、勝手ながらオーダーを考えておきました。ありがとうございます。清宮が8番やないかーい。清宮4番だっつーの。坪井1番だな。そしたら1番坪井、2番金子、3番小笠原、左、おばんどう5番、ブランデン、野口、奈良原、新庄、 BCC BBCC
BABBDC こうか。ブランデンの後新庄か。9番奈良原打率2割くん。バントがうまいから、まあでも金子誠もバントうまいか。こうだね。いやこれはかなり熱いぞ。この打線は熱いぞ。しない主分析。もうこの新庄のセンター守備の強さよ。これは良い。ピッチャー1人足りん。あげる。矢野をあげよう。先発な起用。まあ矢野あたりは投げさせられても困るんで、先発にしとこう。こんなもんでしょう。こんなもんでしょうね。ダブルストッパーにする必要ないぞ。生駒は中継ぎにしとこう。よし、オッケー。これは本当に日ハム1年目から優勝できるかもしれんな。清宮シリーズと歌って清宮を使っていくことをなんか前提として動画を始めたにもかかわらず、それをさておき、日ハム優勝してしまう。このままいくと2軍は原田しかいない。いや、まあ、球威が伸びるからカーブ上げていくか。ステップだし、コーチがカーブうまいから、カーブ。さあ坪井と新庄だ。どうする、こいつ。どうする、こうだだね。こうだがっつりだね。坪井もこうだがっつりだね。こう坪井はね、やっぱね、こうだ A は欲しいね。あれ、上田出さんかったんか。打球を飛ばす才能がない。まあ守備かな。いや、こうだね。D の、こうだ D はちょっとしょぼすぎる。せめて C を欲しい。まあ、コーチに合わせた練習をしていくのが野球つく。さあ、どうでしょう。あんまり上がんないね。つぼいの方が上がってるね。さあ、見ていきましょう。試合です。つぼいが一番打ってくれると、やっぱり出塁するからさ、金子のバントが効いて、そして小笠原だよ。クリーンナップに入っていくっていうことになるわけだ。これは強いですよ、うちのチームは。これは強うございますよ。とりあえず関根。小手調べに関根。うちの最多。打線が熱くなったのではなかったのか。7安打打って0点。坪井ノーヒット。金子、小笠原、清宮は全く打てず。ブランデン打ってるけど、新庄ノーヒット。入れた選手は活躍してないな。門だな。16.88 門。調子悪いのに投げさす。そして勝つ。さあ、ここで、ついに、ガンちゃんがマウンドに上がります。ガンちゃんを見ていきましょう。ピッチャーは塩崎。塩ボールという独特のシンカーを投げることで有名な塩崎。塩崎が牧田を育てたんだっけ、ライオンズ的には。ペットボトルの飲み物の伊藤勤、高木大成、高木博之、フェルナンデス、松井一夫、柿内、あ、鈴木健だ。大友進む、大関。バイボーイ。バンバン行くよ。さあ、とりあえず走らせてみよう。伊藤勤との肩の勝負。坪井で勝てるかどうか。ギリ勝ってるね。非常に攻撃的な野球を展開することができます。今回の坪井獲得によって、金子誠も、輝くよ。金子誠なであれだから、あのバントの日本記録更新するから。河合とか宮本みたいな。いいんです、別にバント失敗しても。失敗しない、強いね。これも試合勝ったでしょ。走らせたら絶対セーフでしょ。で、小笠原がボール、振るな。絶対振るな。
よし、さあ清宮だ。さあ清宮だ。バッターボックスに向かいますは清宮幸太郎。若干20歳、若干18、19にして、この打線の厚い日ハムの4番を務めています。打率は2割8分5厘と当初からは下がってきたものの、しかしその打撃未だ健在と。このね、ノーアウト満塁のチャンスで清宮のこのバットが火を吹く様をこう閉殺崩れの間の1点。まあいいでしょう。エラーにはなってない。エラーにはなってない。1点は入った。打点1が記録された。オバンドが調子いいね。で、ブランデー。アウト。で、新庄。ヒット。さあ、ヒットを打った新庄を盗塁させてみましょうか。余裕だね。余裕だね。はい、アウト。ヤマト。よしよしよし。フェルナンデスを抑えたら、はははは。頼むぞ、鈴木を抑えてくれよ。いやー。西武戦に岩本を先発させたことがそもそもの間違いか、もしかして、はい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 、あ、坪井のバッティングフォーム見たいのに。この当時の坪井って振り子打法、この当時っていうか坪井は常に振り子打法か、イチローが振り子打法って、ね、センセーショナルだったんだけど、そのイチローばりの振り子打法で坪井は結構有名だった。多分坪井はプロの間はずっと振り子打法だったんじゃないかな。途中で変えるということもなく。さあ小笠原だ。2割8分くり。貴重な振り子打法だよね。足を上げてこうタイミングを取ってって、だからまあ一郎が考案した振り子打法なんだろうけど、最近はもうすり足打法の方がなんかね、いい感じみたいな感じだな。いい感じってなんだ。すり足じゃないと、プロの球に、プロの変化球とかに対応できないっちゅうことで、なんかすり足打法、大谷とかもさ、大リーグ行ってからすり足に切り替えて、でまあ何度か活躍してるから、まあよしとするけども、単打系の選手、単打しか打てないような選手は意外にその振り子打法、一郎まあホームラン結構打ってるけどね、振り子打法でもちょっと清宮振り子打法でもって、まあ長打を打つわけだ、長打を打つわけじゃないわけだ、その反動を後ろ体重から前体重に大きく体重移動をするけども別にそれは長打打つためじゃなくてヒットを打つための体重移動であって、振り子打法ってのはちょっと変わってんだよね。だからヤクルトのね、山田哲人あたりはさ、足上げるフォームじゃん。それが時としてやっぱ内角のデッドボールとかさばけないからさ、批判されるっていう、内角の球がさばけずに当たっちゃって、それで調子崩したりして、でまあ批判を浴びることもあるけども、それはやっぱ足を上げるっていうのは、それだけこうあれだな、それだけこうパワーを伝えるというかね、球にバットにね、それをそうじゃなく体重移動の大きい振り子打法っていうのは変わってるなって、まあ橋打ちに近いもんがあるのかな。語っちゃいるけど何も伝わらない語りだな今の語りは。さあ清宮だ。就任地じゃねえか、もうピッチャーが。清宮本当なんかあれだな、本当なんかあれだな、現実とリンクし始めてきてるな。このままだと1割何歩ぐらいになっちゃう、打率が1割7分とかそんなになっちゃう。あ、実況の時間がもう24分だ。最終回のお店できんかもしれん。店はできるわ。新庄の打撃みたい、打席みたいね。このカメラよくねえな、このカメラ。
お、お、こうなんじゃない？よし、いいですね。ちょうどぴったしこう、ちょうどぴったしこう、この打席に注目したらジャストでこう活躍してくる。はい、野口。ならからこれバントでもいいけどな。まあまあいい、すごい。打率1割。見ていこう、この打席見ていこう。今日当たってる金子。ここで突き放すことができるか。ボール、高めのフォーク1球目を見逃して、さあ2球目、外のストレート、これを見逃してノーツー。これ1球見ていた方がいいね。さあ金子のこと、おっと1球目、3球目、内からのスライダーに手を出すも空振り。高めのストレート、内角高めのストレート。次、おっ、これヒットにはならないか。狙いはよかったね、狙いは。コンピューターに狙いもクソもねえとは思うが。松井和夫を走った方がいいな。うん、すごいね。やっぱ野口クラスから完全に盗んでたね、今。走られたからね。よし、5回投げた。これで山本変えられる。ちょっと待って。ちょっと待って。小笠原走らすから。いけるでしょう。せー、結構早いんですよ小笠原、野球つくないでよ。さあ清宮ヒットでしょう、これは。よし、だね、今日2打点。まあ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 、下活躍しないとね。西崎、どん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 西武がピッチャーをクリアしてくるな。5番のホームラン打つんじゃないか。あ、ヒットだ。これまだ点入るね。ブランデン、ブランデン一発ある。ブランデン一発あった。これはもう見なくていいぐらいだな。この後はもう。勝ちだよ、勝ち。勝ち勝ち。あとこっちができることで言ったら、岩本を変えることぐらいだ。岩本を、今関に変えて、あとはもう、ちょ待って。おバンドに、守備固めを入れて。せやな。そうやな。よしよしよし。もう守備固めだから。何のための守備固めかよくわからんけど、守備固めだから。まあ見ていこう、まあ、見ていこう。試合を見ていこう。順々に見ていこう。伊藤にヒット打たれて、今関。ツーアウト。しかし、ここはアウト。センターの守備が上がったのが大きいね。すごい走らせていいんだよな。走った。で、金子のこと、バント。あ、三振。小笠原が、ホームラン。いや、打ちすぎ。打ちすぎ、今日の試合。15安打で12得点。じゃあ、もうこれは活躍。仕上げしすぎったらないな。やっぱ小笠原の守備がいまいちだな。今のサードの守備見た？そのこれ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 みたいな、これがこれこれってのも取れないからね。うずら的な指標でいれば小笠原の守備指標がすごいことになってると思うわ。今のも取れないからね、小笠原ね。変えた方がいいか、小笠原を森本一人に。野口がフォアボール。いやー、今日の試合めちゃめちゃ打ってるな。
アウト。金子誠。ストライク、ボール、ボール、ボール。おお、おお、17点。17安打、14得点。惜しい惜しい。次、清宮の打席は1打席回ってくるね。一応見とくか。30分超えちまった。動画が長いな。動画が長くなっちまったな。ちょっと序盤のモタモタが良くなかったな。こんな長くなっちまうなんて。おつまみ感覚で見れる動画の時間の長さではないな。30分超えるとな、よろしくない。あー、大味な試合だな。14点取ってるけど8点取られてる。あー、清宮のところに帰るつもりだったのか。すっかり遅かった。上田もヒット打ってます。ブランデンヒット打ってます。さあ新庄だ。新庄見よう。ヒットだね。新庄はね、対左にめちゃくちゃ強いからね。右投手から打てんけど、左投手からむちゃくちゃ打つぞっていう。絶好調野口、打率1割6分3厘という打率だが、この絶好調の赤矢印を見てくれ。これが打つと物語っている。この打席対左、打つと物語っているこの上向きの矢印。まあ見てくれ、この橋本武宏の打率が超悪化するから、これから。まあ見ていてくれ、この絶好調矢印。奈良原を見てくれ、このそんな飛ばねえわ。奈良原じゃそんなに飛ばねえよ。しゃあない、20本ヒット打ってるぜ。最終回、まあいいや、最終回もこのまま今関に投げさそう。今関で読み方合ってんのか本当に。ちょっと待って、小笠原変えるか、せっかくだし。 DCC よりは DBB じゃん、CBC の方がいいでしょう。守備交代、森本一人。勝ったー。ロッテに3連敗した時はもうどうなるかと思ったけど、まあ、結局ライオンズに1つ勝ち越して14本ヒット打って。この試合は何が良かったんだろう。やっぱ金子誠が打ったんじゃない。6打数3安打か。4安打打った選手はいないけど、まあみんな3安打ぐらい打ってるって感じかな。いやー、いいですね。いいですね。これだけの勝ちっぷり。まあ、動画見てる人は、どちらかというとシーソーゲームが見たいかもしれないけどね。こんだけ圧勝すると味気ないって思われるかもしれない。思われるかもしれないね。まあまあまあ、こんな感じで。うちのチームがあるとブランデンが入り込んでんだ。ブランデンとオバンドが。外人2人が入り込んでる。まあ悪くない。うん、悪くない。ちょっと清宮が名前入ってこないけど、うわ、岩本のベスト5入り、勝ち星だけだったら岩本は大したもん。稲葉がセーブ、ウォーレに追いかける。上村、うわ、大村直行なんて本当にあれだよね。幻の選手だよ。いつの間にやら引退したのかなっていう。2000本安打確実と思われていたが、いつの間にか消えた選手。大村直行。よし、ということで、今日はここまでにしましょうか。またね、1週間ごとぐらいに取るぐらいのペースがいいのかな。ちょっと遅すぎるか。2週間に1回ぐらいがいいんかなとは思うけどね、焼きつく的にはね。焼きつく、そんなに頻度ね、刻むとさ、全然進まねえじゃねえかって、そういう怒りもあるかもしれんから。これ本拠地北海道にしてよかったな。未だに後悔してる。ということで、まあ、ね、5月の中頃ですけどもね、季節の変わり目じゃないかな。でもまあ夏風とか引かぬように健やかにお過ごしくださいということで、ほなまた。